ミセスグリーンアップル、ミセスグリーンアップルが22日、都内でライブツアー、ミセスグリーンアップル2023から2024 FC ツアー、ザ・ホワイトラウンジを貸した、ミセスグリーンアップル、ザ・ホワイトラウンジインシネマ、9月13日公開の大ヒット御礼舞台挨拶に登壇した。舞台挨拶では、今の思いや SNS で寄せられたファンからの質問に答えた。合わせて、オリジナルサウンドトラック、ザ・ホワイトラウンジ・イン・シネマ、オリジナルサウンドトラックマイナスを9月23日午前0時より、再リリースすることが発表された。昨は2023年の12月から今年の3月まで行われたミセスグリーンアップルのライブツアー、ミセスグリーンアップル2023から2024 FC ツアー、ザ・ホワイトラウンジを貸したもの。9月13日に初日を迎え、13日の初日に7万5千人強を動員し、報酬約 2.65 億円を記録。翌9月14日、15日の週末の2日間で、動員約6万5千人、報酬約 2.3 億円を積み上げ、週末の3日間で、報酬約4億9400万円、動員14万人強となった。これにより、全国週末興行収入、9月13日から15日、興行通信社で、興行収入第1位を獲得した。今回、大ヒットを記念して、くす玉が登場。メンバーは、のやつじゃん、と大興奮する場面も。作が、興行収入第1位を獲得したことについて、大森元気、VO、GT は、ちょっと信じられないですね。ライブツアーをにするっていうことだけで、少しちょっと変わった話ではあるので、我々も、普段しない、違った畑のお芝居と表現を交えながらというなので、どういう風に伝わるかと、ちょっとドキドキしてたんですけども、すごく嬉しいし、とても光栄ですと喜びを語った。また、オリジナルサウンドトラック、ザ・ホワイトラウンジ・イン・シネマ、オリジナルサウンドトラックマイナスを9月23日午前0時より、再リリースすることが発表された。全編を彩る全16曲はこれまで編内でしか聴くことができなかったが、このリリースによりサウンドトラックアルバムとして存分に堪能できることとなる。